よし、ラムネ買いました。ラムネここでいいや。よし、よいしょ、ここらセット。よし、じゃあ、ここの、トロッコ嵐山から天龍寺に行きます。天龍寺、僕もね、中学校の時行きましたね。あ、だから30年ぐらい前ですかね。よし、行きましょう。ここから5分ぐらいなんで歩きます。この竹林がすごいですね。こういうのが、あ、竹林がすごいね。すごい、苔がすごいね。すごいな。そうですね、今日の僕のねルートは、まあ朝伏見稲荷ですか、稲荷行って、で電車でそのまま京都通過して、馬堀、馬に堀って書くんですよ。そこまで JR で行っちゃうんですね、青春18切符で。でそこで歩いて多分10分かんないな、 5分ぐらいで亀岡、トロッコ亀岡駅ってとこ歩くんですよ、ね、でそこであれ600いくらかな、600いくらか支払って、でトロッコ亀岡からトロッコ佐賀駅、あ、じゃあ嵐山だ、嵐山駅でまで行って、そこで降りてこう天龍寺とか、それ、ね、そういうのを見るって感じ。あ、これか、なんだ、天龍寺ですね。うん、いや、30年ぶりぐらいですね、中学校の時に来て、うん、いや懐かしいとかちょっと忘れちゃいましたね。なんかすごいでかい顔の絵がねドーンとある、なんかあれが記憶あるんですよね。ほんでここでなんかね豆腐料理ちょっといただいたんですよね、 お昼ご飯で。でちょっとその豆腐がちょっとね体に合わなくてちょっと気持ち悪くなっちゃったんですよね。あれこんな感じか、あったっけ。よいしょ、あ、トロ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 、なんだこれ。あ、心が休まるね、静まるね、これね。よし、あ、よし、行きましょうか、次ね。危ねえ、まだよくこけるんですよこれね、ほんとよくこけるんですよね。ドンマイですね、ドンマイ。どっちこかこれこけるんですよね、人がいたな今。よし、ね、あ、これこけるんですよ。あ、あ、はいはい。というかこんな有名な寺なのに、やっぱ観光客いないんですね。俺しかいないっていう、それもちょっと悲しいですけどね。はいはいはい、じゃあこれね、はいはい、皆さん、はい、手を合わせてください。はい、礼。はい、よし。ああ、でご飯いただいたのかな、ご飯。なんかあんま記憶ないですね。記憶ないな。こんな感じだったかな。よし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 。よし、あ、多分ここだ。多分このあたりでねご飯いただいたんですよ。こう中学生用に、修学旅行生用にね、そうご飯作ってくれるんですよ。
ここ記憶あるな、なんか。あ、これだ、これこれこれ。この顔顔。ここで写真撮ったんだ。ね。ね。これですよ。あのでかい顔がね、あの絵の顔がですね、記憶にすごいあります。あれは鮮明に覚えてますね。よいしょ。行きましょう。じゃあ次はね、嵐山。行きます。天龍寺。ただ天龍寺での思い出は、中学校の時のね、あの、絵の顔、でかい顔がガーンっていうのと、あと、ここで食べた豆腐料理がね、食べてね、なんかすごい気持ち悪くなっちゃったんですよね。気分悪くなっちゃった。それぐらいですね、思い出としてあるのは。はい、天龍寺でした。はい。うわ、すごい抹茶の抹茶専門店だ。うわ、すごい、なんかほんと京都みたいだね。京都で言うとこう京都だっつうのね。うすごいよこれ。でもほんと人 いないっすよね。サバのコロッケか。ここが渡月橋ですね。ここいつもテレビに出てるとこですよ。すごい有名ですよ。渡月橋。ここだ。ここはいつもね、すごい混んでるんですよね。人がね。芝居モンキーパーク。行ってみるか。ね、よし、行こう。